はい、こんにちは。派遣社員の独り言、第90回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、提出物について取り上げてみたいと思います。これも私が以前勤めていた職場での話なんですけれども、 そこのコールセンターがですね、ちょうど立ち上がって、まあ、2ヶ月か3ヶ月ぐらい経った頃のお話なんですね。まあ、大体問い合わせが増えてきて、ちょっと落ち着いてきた頃のお話なんですけれども、派遣先の方からですね、ちょっと FAQ を作ってほしいというような依頼があったんです。ここでちょっと FAQ ってご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単にご説明しますと、例えば3ヶ月の間、ユーザーさんから問い合わせがたくさんいろいろ入ります。 その中には同じ問いい合わせっていうのも結構あるんですよね。でそういうのを集約して例えば A という問い合わせについては100件 B という問い合わせについては90件 C という問い合わせについては例えば70件というように件数の多いものを、まあ、例えばあの10項目とか20項目とかですね、ある程度まとめてこれを見れば対応方法がわざわざコールセンターに電話しなくても自分で解決できるよというような資料ということなんです。でこれを、 派遣先の企業さんのほうが、えーそのまあ、ヘルプデスクのです、ね、問い合わせするためのサイトのところに掲載して、まあ、できるだけ今後は電話の件数が増えないようにちょっと抑えたいというようなことで、えー、そのような依頼が来たわけなんですね。でじゃあ誰があのその f a を作るかという話になったんですけれども。 まあ私なんかはもう営業で今までエクセルとかも結構まあ使ってたんであのまとめたりとかするのもやったこと経験はあったんですけども、まあ、そんな中ある派遣社員さんがですねエクセル得意なんでぜひ私にやらせてくださいという方がいらっしゃったんですよねじゃあということでせっかくだからじゃあお願いしましょうということで,でその方にあの作ってもらうことになったんですね。 でその日はたまたまですね、入電も少なかったんでもうその方は電話受付は一切せずにもう1日 FAQ 作りに専念していただくことになりましたで夕方まあ4時ぐらいになったらですね、大体あのたたき台できたんで一旦皆さんの方で内容間違いないか確認してもらえませんかというようなことがあったんです で、じゃあとりあえず皆さんにメールを流してくださいという SV からの指示のも、えっとそれぞれ私たちオペレーターにですね、そのメールが資料が飛んできたんですよね。で実際開いてみたらですね、一応まあ形としてはなんとかできてはいるんですけれどもちょっとこのまとめ方がですね、あまりにもひどい。 まあひどいって別にその例えばですねエクセルですとどこかからまあコピーペースト、まあ、コピペですねしたりとか、まあ、いろんなそのところからこう貼り付けとかして、まあ、あの分かりやすいようにしてくださってるのはあ,のありがたいんですけどもその貼り付けの時にですね例えば値貼り付けとかせずにですねそのまま貼り付けちゃってるんでそのエクセルの中のですねそのフォントという文字の,あの種類ですね がバラバララだったり書式がバラバラだったりそういったことで、まあ、本来例えばひらがなで打たなくちゃいけないところをカタカナが混ざっていたりとかですね半角全角がもう混ざっていたりとかそういったいわゆる一つの,あの資料としてのですね統一感というんですかねそういったものが全くなかったんですよもう単にあ,のあらゆるところにある情報を、まあ、言い方悪いですけどもちょっとかき集めてきただけっていうようなことだったんですよ。 なので、これをさらにもっと見やすく、まあ、これは、そのままお客様のサイトの方に載せないといけない資料なので、とてもじゃないけれども、その方には申し訳ないんですが、載せられないというところで、やはりもう一度ちょっとやり直しが必要ということになったんですね。 まあ内容についてはですね、一応その集計して、どれが問い合わせ多かったっていうのが出てたんで、それは良かったんですけども、やっぱりその見せ方の部分ですね、その部分がちょっとあの残念ながらちょっとうまくできていなかったんで、そこのやり直しをしなくちゃいけなかったっていうところだったんですよ。で、結局そうすると二度手間になりますよね。またあの別の日に、もしくはその日誰かが残業してか分かんないですけども、 もう一回手直しをしないといけないということになってしまいましたで SV の方からその派遣社員さんに対していやこれ作ってくれて内容はいいんだけどもちょっととてもじゃないけどこのままじゃ出せないからちゃんとこう書式とか揃えてもらわないと困るよみたいなことをちょっと軽く注意したんですよねそしたらあのいきなり私は私なりに一生懸命頑張りましたっていう風になんかアピールしだして、まあ、泣くことはなかったんですけども、まあ、ちょっとこう 半分切れ気味になって一生懸命やったのにそんな言い方するのひどいじゃないですかみたいな感じになっちゃってですね結局は分かった分かったみたいな話で SV ももうあのこれ以上事を大きくしたくなくて、まあ、その方はなだめたんですよね、まあ、結局のところまあそれ SV が後修正っていうんですかね、まあ、翌日やったらしいんですけれども、まあ、やっぱり。 そそこののの部分でですすねその方はまあ100悪いいかかかどうか分かんないですもしかしたらそこまでそういったの知識がなかったのかもしれないですしうんでも自分でエクセル得意だっておっしゃってたんで普通提出物だったらちゃんとそれもお客様に出すやつですからねあのしっかりちゃんと後日、まあ、脱字はもちろんですけれどもこう書式とか揃えたりとか、まあ、文字の大きさとかフォントとか揃えたりとか、まあ、単にどっかからこの切りコピペして貼り付けて。 っていうだけじゃやっぱり済まないですよね。しっかり最終的にあの見直し,して。 ちゃんとあのフォントも文字の大きさとかも揃えて見栄えもよく見やすいようにあの作らないといけないというのがその人の,あの仕事だったんでまあちょっと今回はその方の例を出してしまったんですがまあ当然私も自分で資料を作ったりするとやっぱり見逃してしまってまあここだけあのフォントが違ったりとかあと文字のサイズがおかしかったりとかあのこの枠の線がちょっと消えていたりとかっていうことはあるんですけどもまあやっぱり 自分でも最低何回もやっぱり見直しますよね。 であのまあ、印刷したら紙がもったいないんで、まあ、印刷プレビューで実際に問題がないか確認したりとかそういったやっぱりあの何度も何度もあの自分で確認した上ででさらに他人にダブルチェックをしてもらって、まあ、提出というのがまあ一般的な流れかなと思うんですよね。まあ、その方はちょっとその社会人経験がちょっと少なかったのか、まあ、たまたまそういった教えを言ってくださる方がいなかったのかもしれないんですけどもやっぱり作ったら終わりじゃなくてそこから見直しして。 第三者が見てやっぱり見やすいような資料作りっていうのが必要だということがやっぱり必要だと思うんですよね。で今回のテーマの通りやっぱりそれは提出物であるのでやっぱり成果物ですよね。お客様に出さないといけないっていうところが今回は一番抜けていたんじゃないかなというように思います。 これが社内資料だったらね、まだ、あの、100歩譲っても、まあ、なんとかなるだろうというところはあるったんでしょうけど、うん、やっぱり成果物としてお客様に出す分には、そこは許されないところだというところで、えー、私も含めてですが、皆様も注意いただければよろしいかなと思います。今回のお話は以上となります。今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。